皆さんこんにちは、アメスマチャンネルのチロです。日本に帰ってきて13日ぐらいかな、経ちました。で、あと2日ぐらいでようやく隔離期間というのが終わって、まあ自由に外出できるようになるわけですけれども、まあ今回はちょっと隔離期間どんな様子だったのかっていうのを皆さんにお伝えしていきたいなと思います。羽田空港から、まあ、自宅に帰ってきたわけですけれども、2週間はまあ基本的には出ないでくださいねということで、誓約書みたいなものを飛行機の中でまあ書かされて、で実際に外出したらね、まあ500万円ぐらいの罰金とか、あと懲役刑とか、まあそういうことが起こり売りますよっていうような形で書かれてたので、まあそれを破ってまで外出する人っていうのはあんま多くないんじゃないかなというふうに思います。家に帰って2日か3日後ぐらいに空港で受けた PCR 検査の結果っていうのがまあ分かってですね、で基本的にまあ陽性の人って ほとんどいないと思うんですけど、まあ陽性だった場合には大体もう当日か、もしくは遅くても翌日ぐらいには来ると。まあもちろんその陽性だった場合にはご家族だったりとか近くにいらっしゃる方がまあ感染しないようにということで、なるべく早く連絡が取るというようになってるみたいで、まあ連絡が 2,3 日経っても来ないという方はまあほとんど陰性だというふうに考えていいんじゃないかなと思います。で、私の場合も 2,3 日ぐらい経ってまあ連絡来なかったですけど、まあ3日4日したら普通に連絡来て陰性でしたということで連絡がありました。陰性だったとしても、その後も実はその14日間は隔離されて外に出ないでくださいねっていう風になってるんですけど、まあ、ちょっとねルールが曖昧なところもあって、不要不急の外出は控えてくださいっていう風になってるわけですね。で、この不要不急って何やねんと思っていろいろ調べたんですけど、結論から言うと、なんか別に決まった活動はしていいとかしちゃダメっていうのは特に書かれてなかったということになっていて、で、アメリカの場合だと、まあ、銀行行くとか、買い物に行くとか、まあ、お医者さんに行くとか、そういうのって別に、ちゃんとこれはエッセンシャルアクティビティですよっていう形で定義されてるんですけど、日本の場合はそれの定義がないので、まあ、そういった活動はいいという人もいれば、いや、それもダメでしょっていう人もいて、結構、まあ、法律上曖昧だなという印象を受けました。で、東京都で言うと、まあ、小池都知事が、買い物はいいとか、なんか、一種の、まあ、ガイドラインみたいなものを出していたので、まあ、都とか県が出してる、そういうガイドラインみたいなものがあると思いますんで、そういうのを参考にされるといいかなと思います。で、まあ、外出するにしてもですね、公共交通機関は使わないでくださいっていうのは、どこの、多分、市町村とかも同じ扱いだと思うんで、まあ、それは使わない方がいいということは間違いないと思います。あとはですね、まあ、街、ちょっとその、まあ、買い出しとか行く分にはまあどうしてもね、食料を調達したりとか、まあ、しなくちゃいけないところですけれども、まあ、必ず、マスクを着用するとか、まあ、手洗いをちゃんと帰ったらするとか、まあ、そういうところはまあ徹底してくださいというところでアナウンスがありました。で、私が東京に帰ってきてから、まあ、感染者数が100名を超え、今280名とか290名ぐらいまで来てますけれども、一応重症患者はかなり減っているというところもあってですね、で今ちょうどまさに、来週が、4連休があって、でなんか GoTo キャンペーンをどうするかっていうので、まあ、揉めてたりしてですね、かなり経済を動かさなくちゃいけないっていうところと、あとは、一方でコロナは感染を拡大させちゃいけないなっていう、その2つのこう考え方っていうのが、まあどこでバランスを取るのかっていうのを皆さん政治家の方が苦労されているというところですね。で、まあ東京都民に関しては、GoTo キャンペーン適用外になるということで、なんかもうかなりゴテゴテの発表の中でね、いろいろ物事が動いてますけれども、まあアメリカなんかもね、助成金とかそういうのの扱いって、まあこういう非常事態だと、まあ後出しじゃんけんのようにこうどん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 ルールが増えていくというところなんで、まあある程度こういう非常時には仕方ないことなのかなというふうに思います。で、まあ正直ね、隔離期間が終わって自由になったとしてもですね、今までそのコロナが発生する前のような生活ができるかっていうと、まあちょっと微妙なところではありますけれども、まあ引き続きね、まあマスクをつけたりとか、まあもちろんどっか入ったら手洗いをうがいするとか、まあそういう最低限のことっていうのはまあ続けていくということになるんじゃないかなと思います。あとそうですね、気づいたことはですね、今回厚生労働省の勧めでですね、LINE でいろいろコミュニケーションが取れるということで、
LINE の登録をしてたんですけれども、その厚生労働省から基本的には毎日ですね、なんか体温のチェックしましたかとか、調子悪くないですかみたいなのが、まあ送られてきて、で、まあアンケートとか言って、もう毎日定型文で送られてきて、まあはい、いいえとかって選んで、基本的には体調悪くないんで、まあいいえ、いいえって押して、異常ありませんと。たらまあまた引き続き隔離期間続くんで注意をお願いしますというような感じ であとはまあ最低限のその外出っていうのもまあさっきその買い出しとかって話しましたけれども、あとはまあ自分の場合はやっぱりちょっと体を動かさないとそれを不健康になっちゃうんで、なるべく人が走ってない時間帯だとか、まあ人とすれ違うときはマスクを着用して、で走るとき混んでないとこはまあマスク外して走って、人がちょっと多いところっていうのをなるべく避けて、で、まあ、この今の時期こう夏で暑いんでね、マスクしながら走ってる人も結構いるんですけど、あれはなんか熱中症の可能性も結構高くなるんで、やめた方がいいという見解も結構医師の方から出てたんで、僕個人としては走るときは、まあマスクはせずに、なるべく人がいないところを走るということを心がけてました。熱中症になった方の数っていうのが昨年に比べて今年はもう倍ぐらい多くなってるという統計も出てるらしくてですね、走ったりして呼吸を出すっていうのは、もちろん酸素を取り入れて二酸化炭素吐くっていうこと以外にも体温調節する上でも結構役立ってて、それがマスクしてると自分の中の熱が抜けていかないんで、やっぱり熱中症にかかるリスクっていうのが高くなるらしいです。なので隔離期間をしている間運動するということがあってもですね、もちろん周りの方への配慮はするんですけれども、きちんとマスクを外して走るというのがリスクとしては、まあ、熱中症にもならないしいいんじゃないかというふうには思いますね。まあ、この辺がちょっとね、自己判断というか自己責任って委ねられてると、ちょっと、ね、マスクしてないっていうのが、今東京だと、白い目で見られがちなんで、ちょっと難しいところですけど、移動するとき、歩いたりするときはマスクして、走るときは外すという運用がいいんじゃないかなと思います。で、私個人で言うと、まあ、ビザの更新を今待ってる状態で、実はまだ大使館も面接ができない状態ということなんですけれども、まあ、一応郵送で、ビザの更新はできるということで、書類を、届けて今待っているという状態ですね。で、これが終わったらまあ晴れてアメリカに戻れるんですが、アメリカも隔離期間がまだ2週間あるんで、まあアメリカに戻ったらまた同じように隔離生活が始まるというような感じですね。で、まあただアメリカの方はもう少し取り決めみたいな緩いということで、まあ空港帰ったら割とすぐにもうチェックもなくそのまま帰ってくださいっていう感じのようなので、まあ、ちょっとその辺の、アメリカに戻った時の様子なんかはね、また YouTube の動画でお伝えしていきたいなというふうに思ってます。まあ、隔離期間、アメリカにいらっしゃる方だと、まあ、日本と行ったり来たりで、ちょっと経験するかもしれないですけれども、法律がちょっとね、曖昧なところもありつつ、個人の判断に委ねられているというところはありますけれども、まあ、それぞれ、最大限、こう、注意を払いながら生活をするというのがいいと思います。で、東京はね、もうかなりマスクとか、消毒液って結構スーパーとかいろんなところで売ってるんで、まあマスクの心配とかそういうのの心配は必要ないかなというふうに思います。ということで、まあ今回、隔離期間についてのお話でした。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。さよなら。